応仁の乱っていうのは、えー、室町幕府の後継ぎ問題に端を発して、いろんな守護大名が勢力争いに、それをこう、なんか、口実にして、めっちゃ乗り込んできて、めちゃくちゃ大きなバトルが、内乱が起こりましたよっていうのが応仁の乱やったんですね。まあ、それのおかげで京都が燃えちゃったよっていうところからスタートして、えー、燃えちゃったらそれを復興せなあかんなということで、誰が復興してくれたのっていう話になるんですよ。これの復興の主役となったのが、長人やったんですね、まあ。商売人やったんですよ。 京都で、えー、まあ、趣向業とか商売をしてる人たちが、えー、まあ、結構お金を持ってたので、えー、その力で復興しましたよっていうのが応仁の乱の後の京都の文化やったんですよ。で、えー、そういう風な人たちを町衆と言います。で、えー、その町衆の中の、えー、有力な一気に、えー、本阿弥家というお店がありました。本阿弥家一族っていうのがあったんですね。で、そこで生まれたのが本阿弥光悦という林派第一の、えー、巨匠になります。